花王モニー、今朝はこの大石あきこさん関係の記事と、あと裏金議員の、上脇さんがね、こいつだけは忘れないようにしようという、ちょっとピンポイントで絞った裏金議員リストを紹介していきます。でまずね、その前にね、この大石あきこさんに懲罰動議が出されたという、でその記事がありましたよね。でそれを見ていきたいと思います。はい、こういうね、誰が出していたかで、その中に裏金議員が何人いて、その裏金議員は、いくらもらってたかという、この情報をまとめた人がいます。でちょっとこの資料をお借りして、まず大石あきこさんに、この懲罰委員会に付する動議を出したね、この議員を見ていきましょう。で私ね、この資料自体はね見てたんだよね。その中にさ、このエリアアルフィアとか入ってんじゃんとか思ってたのですが、今回はね、この中に含まれる裏金議員ね、ちょっとこれ映ってるよね。でまず西村明宏ね、これ裏金554万の結構高額だよね。あと若林健太、裏金368万円。次、三林ひろみね。これは3位くらい、2位だっけ、2回の次に高額ランカーだったんじゃない、この三林ひろみってね。2954万円も入ってる。あと、この木村二郎、236万円。あと、この鈴木英慶ね。鈴木英慶って、これ、坪議員でもなかったっけ、ちょっと坪議員も確認していきましょう。で、あ、そうだ、私ね、昨日ね、令和臨調賛同議連の、情報もいただきました。どの党から誰がいるかっていうのね、これも、アメブロの方に、ちょっとスクショで上げてしまいました。ちょっと自分でね、打つの結構大変なんで、とりあえずスクショで、令和臨調議員も入っています。で、坪関連議員の中に、鈴木英慶入ってた気がするんだけどね、ちょっと待ってね。あとさ、あ、この西村明宏、さっきのね、懲罰動議に入ってる裏金議員は、壺にも入ってますね。で、鈴木英慶ね、ちょっと待ってね。あ、三林ひろみも入ってるね。壺にもね。だから、壺であり、裏でありという、裏壺議員ね。あとさ、鈴木英慶は、あ、入ってるね、やっぱりね。はい。で、これに、あれ、ちょっと待って。ちょっと待ってね。あ、今なんかさ、これどうなっちゃったんだろう。これ、今どっから真っ黒くなってます。もう一回ね。で、多分、ちょっと待って、落ち着きます。はい。落ち着いて、なんで今真っ黒になっちゃってんだろうね。もう一回、あ、わかった。このね、ちょっとヘマをしてましたね。ヘマをしてたのがわかります。これを出して、これが今さ、裏金議員は、まあ、出てなくても今ね、読み上げたからね、懲罰議員に、の裏金議員の中に、坪議員も含まれてたって話ね。ここまで出てたかな。まあいいや、出てなかったとしてもね。で、もう一回、こっちに戻りますね。これ出てるよね。で、今どこまで行ったっけ、木村二郎、あ、鈴木英慶ね。これ、壺だったよね。三林も、壺だったよね。で、あとこの加藤隆翔かな。まあ10万だけどね。あと、上杉健太郎、309万。はい、小森拓郎、70万。はい、でこのピンクの数字が書いてあるのは裏金議員であって、大石あきこさん の懲罰動議出したっていう議員ね。でですよ、でこの直後っていうか、昨日の夜にね、なんか変なニュースがね出てきたんだよね。私コメントでもいただいて、大石さんに裏金疑惑みたいなのが出てきました。これね、国会で裏金パフォーマンスをした大石あきこ自身に裏金が発覚で、
で、これに、これでもね、変な記事とまでは言えないんだよね。これなんだろう。これ、記事とまでは言えない、なんか情報 X のさ、トレンドみたいな、そういうのなのか。で、この何でいう、馬鈍足っていうのが、ツイートみたいなポストみたいの結構言ってます。大石あきこさん、なんと450万円も負債、裏金議員は辞めるみたいなことリンクされてましたよね。直ちに辞職お願いしやすとか、この馬鈍足がこのツイートみたいのを連発してんだよね。で、このタイミングね、これはガセだね。で、タイミング良すぎるじゃん。だって大石さんがこれ10月2日だよね、この、指名手配選挙だっけ、その時に投票箱のところで一人でこう頑張ってたわけでしょ、裏金隠し解散やめろと。で、これに発狂した議員たちが、特に裏金ね、それが懲罰動議出したでしょ。じゃあここから今日の私の妄想です。今回大石さんに対してこれ とんでもない嫌がらせだよね。裏金情報をリークしているのは誰ですかと言ったら、やっぱりこの中の誰かじゃないんですか。だからよくやるんだよね、自分が裏金議員でありますというね。で、この裏金が2900万とか、230万とかある人間が、あいつもやってるよって言おうか、自分がやってることを他人に投影するって言おうかね、これ全く裏金議員でない人間が今回この大石さんのガセネタを出したとは思えない。やってるからこそ出しやすいっていうか、なんて表現したらいいのかな。だから泥棒が、いつも泥棒やってるんだよっていう、その発言ってね、心理的障壁がないっていうか、言いやすい。自分が浴びてる批判を、そのまま他人にぶつけたいっていう欲求を常にこう後ろめたい人間っていうのは持っているわけで、この懲罰動議を出した裏金議員の中に今回大石さんをはめようとしている議員がいませんかというのが私の妄想です。はい。で、ちょっとこの件はね一旦置いといて、今日はね、この裏金議員の中で責任が重い人間ね。はい。神明さんが、こいつらだけは、そういうせめてもの、非公認とか、あとは絶対落選させなくてはいけないというリストを、これを見ていきたいと思います。これちょっとちっちゃいけれどね、ちょっとこれ、この出し方しか、ちょっとできません。で、これを出しつつ私は、ちょっと待ってね、落ち着いて、変な画面を出さないように、私はね、この自分では、ちょっと待って、ね、これさ、これ出てるよね。はい、これ出てますね。で、まず上からね、江藤清志郎、大分肉、1070万円で取り上げた理由っていうのが今回詳細に出ています。で、江藤清志郎に対し関しては、裏金の返還を求めた河野太郎の発言に我々としては理解できないと発言した。はい。この厚かましい発言がね、もう問題です。で、次、岸田文雄くんも入ってる。広島一区。岸田くんの場合は会計責任者が起訴されたんだよね。で、事務担当者は起訴猶予処分。だからかなりブラックですよね。で、そんな宏池会の会長としての責任がある。意味での、はい、責任が重い裏金議員の一人に、岸田文雄君の名前も挙がっています。次、茂木敏充君は、
栃木5区ね、茂木は280万円の裏金をプール、自身は脱法的な手段で政治資金を使途公開基準が緩い団体に移動、はい、このマネロンしてましたね、してましたね、うん、使途基準が、厳しい政治団体から緩い団体に移動ということをやってた、はい、これも、罪深いですね。次、平沢勝栄、東京17区、はい、この選挙区を記憶しましょう。これ、不記載額大きいよね、平沢ね、1817万。で、事務担当者は起訴猶予になってるんだ。で、二階派宏池会、事務局長も務めていた。あ、そうか、平沢勝栄は、武田良太の前あたりに、あ、事務総長やってたんだ、二階派のね。次、松野博一君、千葉3区、1051万円。松野君は今回さ、石破さん的にはおめこ防止に入ってるみたいだけれども、上明さん的にはダメだとね、安倍派の事務総長やってたよね、うん、で安倍派5人衆の1人だし、党役職を1年停止、うん、でもこういう人間はやっぱり購入しちゃいけないよね。次、高木パンツ君、1019万円、裏金の人は不明安倍派の事務総長を1年やってたね、パンツくんね。で、安倍派5人衆の一人として責任が重い。はい、武田良太出てきました。福岡11区、1926万円。で、会計責任者は起訴猶予。これ、二階派のことだよね。で、二階派で事務総長を2021年と2022年。あ、だから、平沢勝栄の後に武田良太ね。で、2022年の会計責任者は誰なんだろう、まあいいや。で、次、西村ベトナム君、はい、兵庫9区100万円。安倍派の事務総長をやってたし、安倍派5人衆の1人で、党員資格停止1年の処分を受けた、はい、萩生田光一、東京24区、引き出しから2728万円出てきました。で、最初の訂正で使途は不明。これなんかずさんだったよね。この訂正もね。で、5回も訂正。で、秘書は起訴猶予なんだ。だから秘書とか会計責任者が起訴猶予は、もうこれアウトだよね。で、あ、ちょっと待って、今、萩生田でしょ。で、党の、萩生田は秘書が起訴猶予だよね。で、党の役職停止処分中ですよね。あとね、中根和幸ね。これが、比例北関東、1860万。で、組織活動費の使途は不明。繰り越し額も不明。半年間の党役職停止処分を受けた。だから、上明さん的には、この訂正した収支、政治資金収支報告書、この書き方がいい加減なやつはダメだって感じですよね。あと、この大塚拓ね。これ、丸川珠代の夫でしょ。でね、コメント欄でね、丸川とこの大塚拓の悪辣さをもっと取り上げてくださいというコメントをいただいたのですが、この人なんかさ、靴屋の会社の大坊ちゃんなんだよね。御曹司みたいだね。ちょっと元ちゃんに似てるよね。元ちゃんの、おじいさんとかもシューズの会社やってなかったっけ。で、この大塚拓、埼玉9区、994万円。で、この夫の方が衆院議員で、丸川は参院ね。で、事務担当者が起訴猶予。あ、これも事務担当者が起訴猶予になってる。で、党役職1年停止の処分。で、これに対して強く憤りを覚えるとか、ど厚かましいことを言ってたのが、この大塚拓ね。で、三林博美出てきた。これさ、今、大石さんの懲罰動議にも名前あったよね、三林ね。で、党役職1年停止の処分に、記載は不要という誤った指導を受けた結果、ああ、だからまた、党本部に言われたから仕方なかったんだよ、みたいに言ってたんだね、この3000万近く裏金作っといてね。あと出た、嫌な数をね。嫌だね、嫌な数をね。栃木、
3区、はい、三林は、埼玉14区ね、で柳和は栃木3区で、裏金は個人名義で政党支部に寄付し、あ、これもあれやってたね、うん、自分の名前で、ね、実質上自分が持ってる政党支部に寄付して、これでさ、これね、なんだっけ、これあったね、この案件ね、うん、だからいろんなさやり方するよね。茂木君みたいにマネロンしちゃったり、あとは寄付して、あ、これ税金の還付とか受けてた案件だね、と厚かましいね。次、歓喜一郎比例東海1289万円、裏金を自身の政党支部に寄付し、あ、これもやってる、うん、寄付してね、税金還付受けれても、裏金作ってプラス税金還付ってさ、これもどうしようもないね、うん、で、あ、これは148万円の所得税控除ね、うん、で小田原清志かな、これ東京21区1240万円、半年間の党の役職停止処分、これ結構さ役職停止処分受けてるのいるね。あ、でこれも小田原も事務担当者が起訴猶予だから、かなりブラッキーですね。次、はい、出た、杉田水脈比例中国、1564万円裏金の一部を、介護費名目でスナックやカレー屋の飲食店に支出、秘書は起訴猶予、うん、杉田の領収書はさ、このスナックのがすごい出てきたって話だったよね。で、次、宗清光一君比例近畿1408万円、裏金は事務所に保管しており、何これ、萩生田みたいなこと言ってるね、この人もね。結果として不記載になったことは私のミス、結果としてって知ってただろう、あの事務所にあったことぐらい。で次、はい、二階信康君も出てきました。毎年1億円を超える裏金をプールしていた二階派、二階の三男、世襲で次の総選挙に出馬。でこの人はほら、お父さんの公設秘書をやってたわけで、二階派のこともいろいろ詳しいでしょうね。毎年1億円を超える裏金プールしていたとか、知らないとは言わせませんよ。はい、で次、参院の丸川珠代、中抜き額822万円ね。これが何、大塚拓の、嫁ね。で、キックバックブーを派閥に納入せず、はい、中抜き。それからさ、丸川中抜き珠代と、このミドルネームを入れて名乗った方がいいですね。高市は何、高市ヤリーの早苗とかさ。ねえ、うん、それで刑事告発されて、ようやく政治資金収支報告書を訂正した、うん、この人刑事告発されたよね。で丸川ね、これさ、もう知見が動き出してもいいくらい分かりやすいポカをやってるのですがね、はい、そういうわけで今これ何人だろう、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19 人ね、はい、20人くらいのこの責任が重い方の裏金議員も、はい、ぜひ皆様のご記憶にお留めください。はい、またやります。ではまた、バイバーイ。練習を信じちゃいけないよ、自分の頭で考えろ、いつでもあいつら監視して、税金泥棒させないぞ。